てててんててん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 。ニュース夢の時間です。キャスターは私、 FC 岐阜公式 VTuber の週休夢がお伝えします。最初のニュースです。 FC 岐阜カレーの販売がスタートしました。 FC 岐阜の屋台村で人気の岐阜グランドホテルさんのカレーがご自宅でも味わえることになりました。岐阜グランドホテルさん監修によるこの FC 岐阜カレーについて、ギフィは、僕の大好きな岐阜グランドホテルさんのカレーがいつでも食べれるなんてうれぴよすとコメントしました。次のニュースです。 FC 岐阜の試合情報です。9月29日日曜日、長良川競技場での横浜 FC 戦は18時キックオフ。当日はアクトホールディングスサンクスマッチ、そして鯉が川を泳ぐ白壁土蔵街が素敵な飛騨市、日本最古の石博物館がある七曹町、綺麗な疎水橋が有名な八百津町ホームタウンデーです。対戦相手の横浜 FC には元日本代表の三浦知良選手、松井大輔選手、そして中村俊輔選手が在籍しています。元日本代表が多く在籍していますが、 FC 岐阜は全員で一丸となって戦ってくれることを期待しています。またこの試合は子どもたちに夢を企画と題して子ども向けのイベントを多く行います。詳しくは FC 岐阜ホームページをご覧ください。ご家族、お友達、職場の方をお誘い合わせてのご来場お待ちしています。みんなでスタジアムを緑に染めよう。以上、ニュース夢の時間でした。次回もお楽しみに。ちょっと初めてあのニュースキャスターみたいなのやってみたんですけど、いやいや、ちょっとゆめちゃん才能ありませんか？才能あるよね。ゆめちょっとニュースキャスター向いてるかもしれない。今からちょっとアナウンス学校行って、ちょっとあのもしかしたら VTuber やめちゃうかもしれない。あ、ごめんなさい、嘘です、調子乗りました、すいません、すいません。でもそれだけ楽しかった、それだけ楽しかったから、またちょっとあのニュース夢の時間やってもらっていいですか？いやでも、いつもここウェーイってやるから、ちょっとなんか真面目な感じでやって、こういつもと違う夢の、こうやっぱり夢も政治してるんだなみたいな、ちょっと大人な夢を見せられたんじゃないかなって思いました。